日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようだね。同時に進めている IHI 社製 FX91 エンジンの実用化への取り組みも順調らしいな。今回は FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月、外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定したよ。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こすことになったんだ。この決定で日本の防衛予算が2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げると見られているんだって。NATO 加盟国はロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切ったな。日本としては加盟国が今後一定の防衛努力のため対 GDP 比 2% を基準値にすると予想したため、それに追随したというわけだろう。日本は今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のためスタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しているぜ。従来より飛躍的に射程距離が長い兵装の購入を進めようとしているのかもな。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止だね。日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになるから。つまりミサイル能力を向上させるとともに自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけだよ。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を政府は反撃能力と呼んでいるんだ。政治的認知を得ようとメディアでも使っているけど、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があるよ。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しているが、前期のような議論が完全に決着することはないだろうな。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったらしいぜ。その新しい動きが前述の GCAP だな。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を、正式に発表しスタートしていて、これがプロジェクト GCAP だね。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになるよ。空自の中では現在こういう区分や故障は廃止されたんだけど、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類があったんだ。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたな。支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体だったぜ。日本国内では F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機はアメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたんだ。こうした事情があるため、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になり、だからこそ前述の通り、F 戦闘機は 2F16 ファイティングファルコンを、ベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したよ。また航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていたんだが、しかし、アメリカは主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので偏った契約だったぜ。さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能であり、政治的な問題はあったものの、不満の多い運用を強いられたわけだ。要するに高い金額で買った買わせられたのに、客の要求は無視されたわけだな。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったから、
日本は後継機開発については機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれを目的とした取り組みを進めてきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用の機関部を目指した。XF91 エンジンの開発をスタートしていて、そして8年後の2018年6月に試作機1機を完成させ、納入したんだ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月までに各種の性能テストを実施し結果として、アフターバーナーに使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。この数字は F-22 ラプターに搭載されている F-119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800度という世界標準クラスの数値を叩き出したんだって。発電能力は今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われるが、XF-91 エンジンは 180kW を記録し、一定水準をクリアしているぜ。FX-91 エンジンは実際に機体に搭載してのテストではないのだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。さらに2019年開催されたマストアジア2019では水力変更装置が展示され、このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置だ。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることで、機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているね。ロシアの SU-37 やスホイ57はノズル式水力変更装置だけど、XF-91 エンジンに装着可能な、XVN-31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるみたい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるから、敵の攻撃を回避できると想定されているけど、機敏な機動性を確保するにはこのような工夫もあるというわけなんだ。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきているな。と言っても、今後の GCAP は状況によっては共同開発の変化もあり得るため、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えるぜ。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているんだ。ロールスロイス社はイギリスやイタリアが採用しているユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られているらしい。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきた、テンペスト計画でも、ロールスロイス社は機関部の開発を行っているようだな。優秀なロールスロイス社ではあるんだけど、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてくるよね。と入っても、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウにはすごいものがあると思うよ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて、短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほらあるし、GCAP でその進化がわかるだろうとも言われているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。B-1 哨戒機についてみんなは知っているかな？レーダー照射で有名になった哨戒機だな。今回はこの意外な性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が現在運用している B-1 哨戒機は初の純国産哨戒機として、それまで日本の海を守ってきたアメリカロッキード社が開発して川崎重工業がライセンス生産していた。P-3C をライオンの後継として2013年から配備が進められているよ。
P1 哨戒機といえば2018年12月20日、日本海で怪しい動きをしていた韓国海軍の駆逐艦ヒロカイド大王に接近したところ、攻撃用の火器管制レーダーを照射された事件で有名になったのは記憶に新しいよね。韓国海軍はアメリカ海軍に倣ってか、艦名故障に人命を用いることが多いことで知られているが、この航海度大王は古代朝鮮の高句麗時代の英雄王の名前ってわけ。ちなみに韓国海軍の潜水艦の故障にも人命が付けられていて、こちらは日韓併合時代に日本に抵抗して独立に貢献したとされる活動家などの名が付けられているのだが、欠陥や故障だらけの潜水艦が多いのは周知の通りだぜ。かの事件においては日韓双方の言い分に食い違いがあり、結局のところ双方が正当性を主張したままうやむやになっているが、その後の情報を見る限りでは韓国の方がうやむやにしたい話であろうとの見方が強くなっているな。この事件の現場は日本の排他的経済水域内で、韓国側の主張によれば航海度大王があの現場にいたのは遭難した北朝鮮の漁船を救助していたら、日本の飛行機が超低空飛行で威嚇してきたためにレーダー照射で追い払おうとしたとしているのであるが、海上自衛隊が公表した映像を見る限りではレーダー照射された前後における P1 哨戒機の高度は超低空ではないんだ。P1 哨戒機から撮影された映像には、確かに航海度大王と漁船らしき小舟と韓国の警備救難艦三本与とゴムボート2隻が映っていて、救助していたとの証言を裏付けていると言えなくもないんだけど、韓国艦艇に対して威嚇飛行しているようには見えないよ。P1 哨戒機が航海度大王と三本与に接近したのは現場が、日本の排他的経済水域 EEZ の内側であるのだから記録撮影のために接近するのは当然の行動だし、航海度大王もそれは当然知っているはずだから海上自衛隊の哨戒機が接近してくれば自らコンタクトを取るべきであるのだが、それをせず接近してきたからとして攻撃に使う火器管制レーダーを照射する行為は、少なくとも友好国の航空機に対してすることではないよね。また、P1 哨戒機から複数の周波数で呼びかけをしていたが全く反応はなく、そのことについて韓国は通信環境が悪く受信できなかったとしているのであるが、映像を見る限りでは晴天で海は穏やかであり通信環境は良好であったとされ、もし韓国の言い分通りに無線を受信できなかったとしたら、無線機の故障としか考えられず韓国海軍の駆逐艦の無線には欠陥があると公表しているようなものだろう。ただし、これについてはその後に韓国海軍が公表した動画で P1 哨戒機からの呼びかけが明確に聞き取れていたことが判明してしまい嘘であることが明白になっているぜ。この事件については韓国が北朝鮮への国連制裁を破る、いわゆる瀬取りに協力していたのではないかとの見方もあって、いつもであればいつまでも執念深く抗議してくるはずの韓国が何も触れてこないことからも後ろめたい何かがあるのであろうとの憶測を呼んだままになっているな。この事件で注目された P1 哨戒機は、2000年に P3C の更新時期が迫ったことで当時の防衛庁が次期固定翼哨戒機を国内の技術を育成することも兼ねて国産化することを発表。2013年に正式採用され、その開発費は後に C2 輸送機として正式採用となる次期輸送機と共同開発することとして合わせて3400億円とされているね。日本としてはこの国産哨戒機を世界に売り込みたいとの思惑があって世界の航空省や航空見本市に出展し、P3 を使用している各国に売り込みをかけていたのであるが、ボーイング社が開発した哨戒機 P8 ポセイドンとの争いは分が悪い状況なんだって。ニュージーランド、ノルウェーはすでに P8 哨戒機の導入を決定しており、残る有力な導入候補であるカナダもどうやら P8 に決まりそうだとされているほか、ドイツも P1 哨戒機を採用するための形式証明の取得が難しく導入までの時間がかかるとして難色を示しているみたい。P8 はボーイング社が開発した米海軍向けの哨戒機で、同社の737型旅客機を改造したものだな。日本の P1 哨戒機との性能を比較すると巡航速度は P8 が 810km に対して P1 は 833km、実用上昇高度は12,500m に対して13,000m、
航続距離は8300メートルに対して8000メートルと、レーダー性能、兵装搭載能力など P1 の方が高性能であろうとの声があるものの決定的な差はなく、どちらも高性能の哨戒機とされているぜ。この両機の大きな違いは、P8 はノースロップ・グラマン社が開発した無人偵察機 MQ-4C とライトンとの連携を想定して開発された点にあるらしい。アメリカ海軍とオーストラリア海軍は MQ-4C をすでに採用していて、連続作戦時間の長さを活かしこれによって常時海上を監視させて不審目標を発見したら、P8 を派遣するとの運用方法を想定しているとされているね。この MQ-4C は海上を低高度で監視することでより確実に不審艦艇や潜水艦を発見しやすいとされる利点に加えて、有人哨戒機を常時飛行させておくよりも運用コストが安く済むみたい。また、アメリカ海軍は現在開発中の無人潜水艇エコーボイジャーとの連携も想定していて、連続航行距離が1万 2000km 以上で 3000m まで潜航可能は、この無人潜水艇とのマッチングで P8 の対潜哨戒能力が短期での哨戒能力を大きく上回るとしているぜ。このように P8 については将来に今以上の発展が期待できるメリットがあることに加えて、P1 はコストが高いとされていて、日本以外に導入する国は現れないとする見方が多いわけだ。P1 については近年における潜水艦の静寂性向上が著しいことから、対潜哨戒能力の向上が図られ研究が進められているね。戦闘指揮システムをより充実させるための情報融合能力の向上や、レーダー、光学センサー、音響センサーの信号処理技術の向上などの他に、使用機材の COTS リフレッシュが検討されているんだって。COTS リフレッシュとは商用オフザシェルフの略で、機材に既製品のソフトウェアやハードウェアを採用することで開発期間短縮とコスト削減が期待できるとされている手法だな。これによって P1 哨戒機の値段が少しでも安くなることが実現できれば、我が国の防衛予算削減に貢献するだけでなく、海外への輸出販売展開にプラスになると期待されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているんだけど、105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だね。この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び、加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているらしいな。今回はそんな護衛艦加賀が、2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施する件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所である、アメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が、日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるためにアメリカ本国の大西洋側にあるパタク船とリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了したかがを指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して、F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス、F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が、空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことだね。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にある、
パタク戦とリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため、F-35B の運用資格取得を希望する艦艇はアメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないんだ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズは、基準排水量4万、5000トン満載排水量6万、7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと、中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となった。遼寧旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるぜ。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の3つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、2つのアイランド間に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているんだって。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているよ。ただ、同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることで、キャトーバーカタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や、中国海軍の遼寧と山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって、着艦制動を行うストーバーショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているな。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃からキャトーバー方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたぜ。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、艦の右舷側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンスオブウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンスオブウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、
アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量2万2130トン満載排水量2万7100トン全長 236.5 メートル水線長 215.6 メートル最大幅 39.00 メートル喫水 8.7 メートルと、海上自衛隊の出雲片護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー28機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母だな。イタリアの空母は、カブールの先代にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となったジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたらしい。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発したシルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているね。出雲片護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたんだ。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているな。今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるんだけど、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。